本日のおもてなし効果は知る人ぞ知る古系ラーメン住吉亭です。博多駅、竹下駅、東日駅のちょうど中間ぐらいの場所にあり、住宅街の一角にあるお店です。創業は50年を超える老舗なんですが、根強いファンが多く、通うほどにハマっていくことで知られています。昔ながらの昭和感あふれる店内です。住吉亭さんは言わずと知れた爆盛りの圧倒的な存在感のあるラーメンを提供するんです。無料で提供される高菜も美味しそうですね。ごまもたっぷり置かれています。そして名物ともいえる朝鮮人参がつけてあるお酢は味がマイルドになるので、ぜひお試しください。すごい爆盛りなんですが、こちらはネギラーメンでもきくらげラーメンでもなく、デフォルトのラーメンです。凄まじい存在感で、豚骨の風味とネギの香りが美味しそうですね。豚の頭を丸ごと炊いたスープは見た感じはあっさりしています。スタンダードな細麺タイプなんですが、スープとともにネギも絡んできます。薄切りのチャーシューは爆盛りのきくらげやネギと全体としてのバランスがいいですね。それでは奥の方から麺を掘り起こしていただきます。うまいですね。あっさりの中に豚骨の深みを感じます。昔ながらの荒々しさがネギの風味とよく合いますね。スープは割と塩気が強めでパンチがあるので、白飯とも合いそうです。住吉亭さんのラーメンはデフォルトで爆盛りのネギが乗っていることで有名で、かつコアなファンが多いことでも知られています。かなり癖が強めの攻めのラーメンとも言えるのですが、実際福岡の人間はどれだけネギを愛しているのでしょうか。総務省の統計によりますと、ネギの消費量自体は意外と福岡、九州は少なめでした。都道府県別で福岡は28位です。ただ消費量は重さでもあるので、でかい白ネギを鍋で食べる地方と比べるとどうなのかと思い調べてみたところ、やはり九州は青ネギ文化なので消費する頻度と重量にはズレがあるようです。ちなみにネギの指向性については、男女ともに6割以上の人がネギ好きです。ただ年齢別で見ると、年齢が高い方が好きな割合が高くなる傾向があるようで、60代以上の約8割はネギ好きでした。ネギの量はさておき、ラーメン自体があっさりしていてうまいんですよね。この爆盛りラーメンの食べ方のコツとしては、ネギをスープでしならせて食べやすくするところにあるんでしょうか。ネギときくらげとチャーシューを絡めてみます。シャキシャキ感と肉汁、そしてスープがたまらないうまさですね。ラーメン1杯の値段が以前に比べると少し値上がりしたようなんですけれども、それでもこの量はすごいコスパですよね。博多駅周辺は洗練された現代風のラーメンが多い中、こういう昔ながらのラーメンがいいですよね。個人的におすすめの食べ方としてなんですが、替え玉と白飯、それから高菜と白飯、替え玉にお酢を加えてあっさりさせるのもおすすめです。一度の来店では収まらない奥行きがあるラーメン店ですので、ぜひ何度か行っていろいろと試してみてほしいなと思います。